まだ早いじゃん。もうちょい12月でいいかなっていう。言ってないですね。コロンさん、クマありがとうございます。翼欲しいさん、モリーさんありがとうございます。そう、まだ待ってるような時間じゃない。うどむさん、クマありがとうございます。服部さん、クマありがとうございます。そう、金曜日から始まったんです、15日。でもまだ早いかなっていう。こんばんは。ヤスルパンさん、クマありがとうございます。ダスビダーニャさん、ヤークありがとうございます。ももさん、クマありがとうございます。こんばんは。うどむさん、クマありがとうございます。ベンジャミンさん、ももさん、喉の調子はいいですよ。珍しく良いです。レカムさん、クマありがとうございます。ヤスルパンさん、ありがとうございます。珍しく良いです。ラッキーさん、ありがとうございます。朝倉さん、まさパンダくん、ほっかむりさん、みきやくん、ありがとうございます。たけるくん、ありがとうございます。何杯目？1杯目です、さすがに。 1、2の1杯目、2持ってきました。ということで、カラオケ配信します。こんばんは。1、2、そう、ドリンクバー。桜坂さんの松田里奈さんがイケちゃんのことベタ褒めしてる。マジ？すご。鬼レンちゃんか。今日鬼レンちゃんだっけ。こんばんは。では STU から歌います。STU 何から歌おうかな。OHK って何？ダイゴみたいな略し方できた？ね、OHK で OHK 何ですか？ペルカン、クマありがとうございます。じゃあ息でいくか。もう私の発声用の曲を息ってなってるから、みんな息だ。じゃあ息、間違えた、一瞬の筋入れてた。息をする心。よいしょ。ライトが変な感じ、暗い。ナナさん、ありがとうございます。
時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた僕に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに。友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ。そんな意識は捨てたい。なんかうるさいかな。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ声に出してみる。君だ君だ好きだ。マイク下げて歌を聞くした。ずっと眺めてるとその眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっとそこに目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていい。息の仕方変えよう。部屋が狭いからマイクなくてもうるさいかも。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではない。そう僕が勝手に背中抜けてただけ。好きだ生きることは呼吸すること。急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくているんだ。ありがとうございます。1曲目息をする心、くまありがとうございます。
田辺先生来てるじゃん。ゆきりか配信にハマりましたかって、毎日来てるね。みんなに紛れて俺もってコメントしてた。こんばんは。小豆島入ってないんだよね。ジョイサウンド、こんばんは。クマありがとうございます。2で、もう2で、何2で、2でのおかげの下で、泣いた夜未来の一歩目を引き止めちゃいけないと思う。だからこ
とうございます。リレのおかげの下で、2.5 期生の曲です。リレ、クマ、ありがとうございます。12秒歌えるんじゃない？元気な曲リクエスト。元気になるやつ。あった。3曲目ですが。
だから、まだ休みは。12秒でした。ちょっとクーラーつけよう、暑い。クーラーつけた。チャイムはラブソング。ありがとうございます。マミムは最後はラブソング。2番いけるかな。公演でやってる曲は2番やったこと。ラブソング、愛しきメロディー流れ
ございます。マネチューンチはミキヤくん。NCT さんでいけるのあるよ。マックス時とか。マックス。チクタク青春時計。マックス時。Thank you.
ありがとうございます。 NGT48 さん、うどむさん、くま、ありがとうございます。いっぱい、シャーベットピンクか。NGT48 さん、
いて、コミントさん、クマありがとうございます。一瞬のスリル STU48。 オーマイガー、一瞬のスリルにしようかな。半球でした。安心でした。しまいたい運命の糸引き寄せられた一瞬のスリル。早かった。街角で両手で走ってた時、店から出てきた人とぶつかって、道に落として散らばった荷物を一緒に拾うのがきっかけだった。だってそうなるわけない、ドラマティックなこと、驚くような奇跡がなくちゃダメで、ハートしたい、キュンとしたい、ドキッとしてしまいたい、理屈ではなく言葉でもなく時代の本能的に巡り合って、燃え上がって愛になってしまいたい、運命の糸引き寄せられた一瞬のスリル。音楽が小さい。誰かとどで愛を求めてるようじゃ、本当の恋愛もできるわけない、何も期待なんかしていないのに、知らぬ間に落ちているのがロマンスでしょ、その計算高い思惑があるとうまくいかなくなるものだと思う、まさかなんて嘘だなんて見事が現実でも起きちゃうような予想外の展開もいい、その履歴にその暗くないつだってめまいがする、感情がごちゃごちゃになってしまう一瞬の狂気、冷静でいたんだら愛せはしないわ、ちょっと泣けても長続きしない、どんなことがあったかなんて思い出せない、入り口がいい、ハートしたい、キュンとしたい、ドキッとしてしまいたい、理屈ではなく言葉でもなく感じたいの、本能的に巡り合って、燃え上がって、運命の糸引き寄せられた一瞬のスリル。
とうございます。一瞬のスリル。2番わかんないかも。やってみるか。部活帰りで油断してたって歌いだし、Oh my god.
続いて絶滅黒髪少女。なんかクーラーがめっちゃ臭い。チョイス、そうだよ、福田さんチョイス。こんな曲がおすすめですっていうところに絶対アイドルやめないでが出てきた。イコールラブさん歌えるかな。イコラブさん、歌えるんかな。行ってみるか。
すすめに出てきた。アイドルやめないででした。高くて可愛い声だからね、私が歌ったらなんか変だけど。この曲が歌う人にがみたいな、またおすすめで、アイドルなんかじゃなかったらって出てきた。ほらおすすめ、進めとか。AKB さん。
微笑むしかない他の誰かにバレちゃったらあっという間にスキャンダル大炎上アイドルなんかじゃなければ好きだと伝えられるのに初めての切なさをどうやって隠せばいい捨てた程度あと少し勇気があればステージ呼び寄りて普通の子になれた一の方が歌いやすい X はあるけど、ラストノートしか知らない。あ、これはダメだ。こんばんは。おすすめ全然あるよ、まだ。私の一番可愛いところ？それ歌ったらダメなんじゃないの？よくわかんないよね。でもイクラブさん歌えるじゃん。私の一番可愛いところに気づいてる。意外と高根のなでしこさんとかも歌えるのかな。
ルーツジッパーさんダメでしょって。バカね、何のね。あら、アンチファン。どうなんだろう、アンチファンダメかな。行ってみようかな。グレーゾーンどうなった。こんばんは。何だったら知ってるかな。でも アンチファン行ってみようかな。本人映像準備中です。好きな歌、ちょ、ナチュラルにね、ナチュラルに。やばい、もう始まった。おもちゃになんかならない、後悔してももう遅いわ、あなたのためにはなかない。歌うわけじゃない、安い女とは比べないです。涙が武器だと大人が言ってた、安い演技でしょ、くだらないわ。いつもネット気にしてエゴさばかりしていて、何に怯えてるの弱虫。好きと嫌いあるから、違い悪とされても逃げない、逃げないわ。ないですよ、多分。大人に言われて踊るわけじゃない、操り人形をなりたくない、数字が全てと大人が言ってた、あなたにはでしょ、くだらないわ。自分では決めないで、誰かの目を気にして、なんでこびているの弱虫。嘘つきたくないかな、バカ見ると言われても、知らない知らないわ。おだまり運命をかかっておいで、青春かけなきゃ戦えない、私の理想叫ぶの、本気の覚悟飾りじゃない、後悔なんて古臭いわ。昨日のため、
アンチファンでした。高根のなでしこさん、ありがとうございます。サビがちょっと下手くそやな、上がりきってないや。後悔なんて古臭いわ、あなたのためには泣かない。そう、いい曲。アイライフさんとかいけるんかなやばいやばい。高根のなでしこさんでした。やめとき。あ、でも4曲しかないやん。可愛いだけじゃダメですか、やばい。あれ一人で歌ったら絶対大ピンチです。あと10分で家を出なくちゃ遅刻しちゃいそうです。大丈夫だよ。さあ気を取り直して。イコラブさんもそんなこと言ったら微妙だから。秋元さんの曲多分何も言われない。ガラス瓶 STU。みんな歌ってるからね、多分大丈夫っていう感じで。アンビバレント。欅坂さん。え、いや。アンビバアンビバレント入れました。アンビバレンババーン、アンビバレンババーン、アンビバレンババーン、アンビバレンババーン。好きだというなら否定しない、嫌いと言われたって構わない。誰かの感情気にしてもしょうがない。他人に何を思われても何も言われても聞く理由がない。干渉なんかされたくない、興味がない。
込みなんてごめん、太陽味方につけたよな、よくいるタイプの単細胞、さあ何を始める、どんなかいまっすぐ、やりたいことは別にないけれど、ずっと自分だけの世界に引きこもっていたいのに、青空の下でまだ無理をしなきゃいけないか、好きだと言うなら否定しない、嫌いと言われたって構わない、誰かの感情を気にしてもしょうがない、思われても何も言われても聞く気持たない、干渉なんかされたくない、興味がない、ブラ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 、孤独なまま生きていきたい、ブラ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 、だけど一人じゃ生きられない、46さんでアンビバレントでした。ありがとうございます。アバウト、欅坂さんだったら私は10月のプールに飛び込んだとかも好きです。でもあんまり知らなそうな。渋い歌、10月のプールに飛び込んだ。お茶漬け食べたい、なんで。
かねたかった。わかんなくなったよ。何もしないのは傷つきたくないってことだろう。もっと46さんの10月のプールに飛び込んだ。懐かしいね。私もイオンカード申し込んだよ。イオンカード申し込んだら黒い羊の生写真もらえるんですよ、限定。申し込んだ黒いイオンカードみたいな。お茶漬けもめっちゃ買ったし、お茶漬けもめっちゃ買い占めた。今思ってるよ、探したら黒い羊の衣装の限定生写真もらえるみたいなキャンペーンがあったんですよ。羊の写真じゃない。お茶漬けも買い占めたし、いろんなもん買い占めましたよ。ということで何歌おう。桜坂さんの推しメンは一番最初は渡辺梨香さんです。一番最初はとは何歌おう。春夏秋冬行く。ここで光か。ジョイサウンドの監視の皆さん、こんにちは、モーです。私のシングル踊れる街はもう聞いてくださいました。現在ジョイサウンドでは踊れる街がミュージックビデオカラオケで舞います。この楽曲は夜の街を僕らの春夏秋冬 STU STU 48。僕らの春夏秋冬あった。
僕らの春夏秋冬でした。炭酸抜けてないギリ。炭酸苦手だからちょっと抜けた方がいいかも。逆に何歌おうかな。 STU。原点。ちょうどいい。でもジュース行かなきゃもうちょっとしたら。ヘタレ？ヘタレか。じゃあヘタレにしよう。ハヒフヘ。誰？ジュースもうちょっとしたら行く。まだある。Oh!
なって言われてきた、自分も至るなって思ってきた。ここで一回くらい頑張ったって信用は変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。至るかって、やるときはやるよ。ミラーボールありがとうございます。はじめだよさん、ギフトもありがとうございます。ありがとうございます。ヘタレヘタレたちよでした。ドリンクマン、まだいける。何歌おうかな。あ、シュワージャーネは、シュワージャーネ。一回取るね。もうちょっとしたらいく。じゃああと一個歌えたったらいきます。広いカラオケはね、なんか階にねドリンクバーがないから遠いんですよ。めっちゃ簡単に行ける距離じゃなかったりするから。シュワージャーネ、わからない。
はジャーネでした。クマありがとうございます。やすぐパンさん、ちょっとひなさん入り、ひなさんのとこできるかもしれないな、ユニットシャッフル。何をあなたが考えてるかわからない、じゃあジュース行ってこようかな。ジュース行ってきます。なる早で帰ってきますので待っててね、待っててね。帰ってきました。よいしょ、早いんじゃない。小豆島ないんですよね。帰ってきたよ。ワイの分まで違う、小豆島ないんですよ、入ってないの。オレンジジュースとメロンソーダです。地元気かなんかあったみーくて、でも外から来たらここめっちゃ寒いわ。クーラー持ちあげよう、超寒い。廊下が暖房なんかな。冷房めっちゃかけてるよ。ナンパされませんでした。誰にも会ってないです。ドリンクバーのところで店員さんに会っただけ。月と僕と新しい自分。ユニットだったら。ないです。
月とぼ、あれ月と僕と新しい自分はちょっとだけ歌える完璧じゃないけど、最上級に可愛いの歌えないから、歌えないやつ持ってこないで。クマありがとうございます。ポニーテールをほどいた君を見た。入れちゃえ入れちゃえ。クマ的な曲ないよ。ないでしょ。クマ。黒いエアコンで叱りと束ねた見た目も
きましたかって、なんかどん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 って言ったから、なんだろうと思って、なんか落としたんかな。作業。どんどこどんどこ恋は懸命中はあんま歌わんやつ、あんま歌わんけん歌おう。
当に風邪ひくっていうねオチです。仮病してたのに本当に風邪ひいた。キスは待つしかないのでしょうかは、ちょっとまだ無理です。この前聞いたけど、セリフ言ってほしいだけだろ。まだ歌えない寂しか。でほげなさん、中違う。ありがとうございます。元の列車は寂しかわかんないかも。もう全部歌ったことあるか STU。 クマありがとうございます。ケンちゃん君のことが好きだから。歌えるかな。君が幸せだったらこの時間、この時間の時は寂しかわかんない気する。コンサートでやったことあるけど、歌ってない曲は STU だったら1曲だけあるけど歌えない。青いレモン、青いレモンわかんないんです。青いレモン、ラブラブとあれはってそっとさ、以上、青でした。え、歌ったことないよ、多分。熟していない青いレモンが僕は好きだ。歌ったんかな、歌ったことない気するね。海の色、海の色あったっけな。あった。あと1個歌ってないのあるわ。でも歌えない。ウィッチーズウィッチ、これもでも好きなんだよね。いい曲。STU、 踊りを見たいです。ウィッチーズウィッチでもスタジオしかやらないじゃん。スタジオの曲、仮病中とかもやることないだろうし、今後逆にスタジオが小豆島やらないじゃん。そんな感じだよね。Oh,
23時。何を歌おうかな。一周回って原点、一周回ったの原点って。小豆島歌いたいけどないんだもん。アカペラになっちゃう。自然淘汰主義は？勝手に入れるやつ。聞いといて勝手に入れるやつ。
好きです、やっぱ STU の中で原点一番好きな曲、いい曲だよね。これは夜のお風呂で聴くとめっちゃ染みるんですよ夜の湯船。私でも一番好きな曲結構原点ってずっと言ってるんですよ。原点無謀も好きだけどね。マミム原点はいいですよ。無謀、無謀もいい曲なんだよね。全部いい曲だけど特に私的に刺さる曲。
懐かしいもん。無謀超かっこいいけど難しいな歌うの。本人演奏だった。ダンスがあってかっこいいね無謀。あと数曲かな。ガラス瓶夢やゆあれないかもね。無謀歌うのめっちゃむずいわ。高い剣かな。低く歌ったらいいかな。無謀な夢は覚めることがない。まぶたの裏ずっと焼き付いてる。叶うことない。願いだからこそ皆さんない夢をガラス瓶の中に。曲で調べてみようかな。 STU で調べてたんだけど。やーゆめもがら、ないわ、ないないです。曲名で入れてもなかった。
まり始めた。重たいんかな。充電器さそうかな。充電器持ってきたよ。刺しますよ。飛行機雲あったっけ。どうなんだろう。あんま歌ったことないかも。飛行機雲。フェリーとかは。はひとうきないな。飛行機雲はない。フェリーは。ハイフフェ。あ、フェリーもない。ないです。なかったです。NMB さんで探してみよう。NMB。お、あった。NMB さんで行ったらあった。なんでだろう。ありました。NMB さんから言ったらあった。Thank you.
君はメロディー、四国、四国関連で、君はメロディ
あと3曲ぐらい。最後はユリーカ。あと3曲。非全力。愛の重さか。じゃあ非全力と愛の重さとユリーカにしようかな。お腹空いてないです。非全力。終わり感ある。意外な感情に気づいたんだ。
全力 STU48 で全力でした。全力やめたらダメですよ。続いてあと2曲。自分の方にいつも傾いてるはず。
愛の大もさんでした。 STU48 です。続いて、じゃあ一応ラストでユリイカ締め、締め曲を早いですけど、あと1曲歌ってからにしようかな。先に読もうかな。先に読もうかな。13位ふっくらごはんさん、12位ラカジーさん、11位ムーランさん、10位レカムさん、9位ブンゴさん、8位キチネさん、7位
ゆうたパパさん6位、ももさん5位、みきやくん4位、はっとりさん3位、やするぱんさん2位、うどむさん1位、たけるくん、ありがとうございました。ありがとうございました。月1カラオケあと5分あるから何がいいかな、歌いながら終わろう。夕日を見ているか、ペダルね、夢力とかハヒフヘ、夢力にしようかな。入れました。3分だって、夢力間に合うね。3分57秒。坂道曲がりで真面目に生きるのが嫌になってくる。
とうございました。夢時間コールもありがとうございます。ちょうどいい、あと2分ありますね。1分半ぐらいかな。1分ありがとうございました。カラオケ配信また来月がっつりカラオケはギフトありがとうございました。クマもたくさんありがとうございます。今年最後どういうこと？まだあと1回あるよ。あと1回ということで、おやすみなさい。おやすみ。以上ゆきりかでしたって、夜遊びさんが言ってる風に。おやすみ。愛してるギフトありがとうございます。